シャトカットとはフリーブズド、Linux、MacOS、Windows で利用できるフリーソフトウェアでクロスプラットフォームの動画編集ソフトウェアである。シャトカットは2011年にダンデノディによって開始され、MLT マルチメディアフレームワークで開発された。シャトカットはフンペグを介することで多数のビデオ、オーディオおよび画像フォーマットをサポートしている。タイムラインを使用して 様々なファイル形式で構成される複数のトラックのノンリニアビデオ編集を行うことができ、スクラブとトランスポートの制御はオーブングル GPU ベースの処理によって支援され、多数のビデオ及びオーディオフィルターが利用可能である。シャトカットは2004年11月に MLT の共同創設者であり、最初のリード開発者であるチャーリー・イエーツによって考案された。 シャトカットの現在のバージョンは別の MLT 共同創設者で現在のリーダーであるダン・デノディによる完全な書き直しである。デノディは MLT に基づいて新しいエディターを作成することを望んでおり、シャトカットの名前を非常に気に入ったため再利用することにした。彼は特に WebFX プラグインと Movie ーーとプラグインと組み合わせて MLT の新しいクロスプラットフォーム機能を実行する何かを作りたかったとされる。ありがとうございます。